ございます。よくない？よくないこれ。おはようございます。5時じゃなかったのか。違う、5時じゃないから、ちゃんと。らっちゃん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。モータン、おはよう。モーニング来てくれてありがとうございます。コココココン、何かいこのーコン、ありがとうございます。ミスかと思った。違うかよ。ミスじゃないから。タコさん、ポン、ありがとうございます。もはよう。もはよう、いいね、ありがとうございます。ミスをごまかすのが上手くなっちゃいました。違うから。違うから。ひまわり、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ハットクさん、ありがとうございます。おはようございます。聞いてくれてありがとうございます。おはよう、今日も元気だね。イス。長も暑いらしいね。ね、暑いよね。今日天気予報を見てる限りはなんか夜でも30度ある。38度とかだったかな、最高気温が。多分多分それがあるわ。ウォーターの声で目覚めました。ありがとうございます。さっきは対戦もありがとう。ありがとうございます。それがあって暑そうだ。そんな変わんなくない？こっち雨降って、雨降ったの？え、ハト、ありがとうございます。アメリカ54度、そう、アメリカ 54.4 度の場所あるって。54、やば、え、すごいね。めっちゃ暑いじゃん。じゃあ日本まだ涼しい方だね。タコさん、ありがとうございます。まだ涼しいやん、全然。朝から大戦ありがとうございました。ありがとうございました。サイルーム、ココちゃんのしかなかったけどフリフリ楽しかったです。次の時会う時にはね、モモのサイルームがしっかり全部揃ってることをお待ちしております。全部ぴったり。モモのサイルームはちなみにピンクピンク緑です。どうも、富士山の山頂は寒いです。富士山の山頂にいんの？そうでしょ。昨日モモタと対戦できて奇跡もらいました。おー、ありがとうございます。ぜひそれ使ってください。揃えておきます。それでそれでよろしくお願いします。モモタのサイリウムなかなか使えません。今日もねやるのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。朝食食べましたか？まだです。コココココン、メリケイカのーコマン、ありがとうございます。50ももたんからありがとうございます。ハタ、ありがとうございます。今日はポニーテールです。ポニーテールはやっぱ涼しいですね。涼しい。ハート、ありがとうございます。サイリウムなくな、サイリウムなくなったので補充しておきます。補充しておきます。ありがとうございます。もう今ねちょうどサイリウムがなくなって昨日ね買った。もうね、サイリウム、毎回の対戦でもうめちゃくちゃ振るから、一回にね、めっちゃ買うので、でも昨日は一回で60本買いました。いつももっと買う？ 200 本とか。
もうね、あの駄菓子とかは大人買いできないけど、再利用だけ大人買いできる。そう、駄菓子とかは大人買いできないよ。再利用だけ大人買い。ハト、ありがとうございます。だってさ、100本なんてさ、50回大富豪やったら一瞬だよ。ね。そう。でもさ、200本って言ってもさ、もう1回にさ、ピンク2本使うやん。だから100回大成したら終わっちゃうよ。ね。ね。絶対一番勝てる。そうかな。そうかな。一番勝てるかな。本気度が伝わります。そう、毎回超振るもん。でもそのピンクがね、あ、1本しかない、切れちゃって1本しかないって時はサイレームを頑張って高速に振って2本に見せてます。そう、ピンクと緑さえあれば高速に振ればなんか2本に見えるかなみたいな。マジシャン、いや、マジシャンじゃないから。わかるわよ、わかる？わかる？そういう技があったのか。バレました？すいません。劇場でも使えそうな技や。いや、劇場もメインからすぐ見えるよ。高速でごまかすテクニック覚えたのって。じゃあ、普段はやんないよ。じゃあ、いざとなった時に。いいね、ありがとうございます。まあ、そうやってやってるね、モーのカードの方もいらっしゃったんで。あと、ありがとうございます。おはよう、モーター来てくれてありがとうございます。よし、違う色でもバレるから。バレ星になってるけど、バレるよ。ね。まあ、さすがに、まあ、黄色とかだったらバレる。何の色でもバレるよ。なのでピンクピンク緑を用意しておいてください。その対戦も希少だね。希少か。じゃあ劇場でピンク1本を高速で振ります。劇場じゃバレるよ。色違ってもバレるよ。色違ったらバレるでしょう。ももたん早く来てくれてありがとうございます。ボーリングのホームがなんか変だった。ホーム何が変。モーターさん来てくれてありがとうございます。エナちゃんのサイ買いました。おいおい。それでモモ対戦した時に、あ、モモさんのサイレームがないって言って、エナちゃんのサイレーム振らないでね。モモのサイレームもちゃんとセットしといてね。分かった。分かった。おはようございます、おはようございます。来てくれてありがとうございます。赤一本でも許してくれました。まあ、赤一本ならね。もう学校、まだ学校じゃないです。まだ夏休みあるよ、結構。結構、うん、まだある。まだ終わらないよ。ひまわり、ありがとうございます。ということで、じゃん。今日はさっきからずっとコメントだったんですけど、じゃん。なぜエプロンとポニーテールをしてるかというと、今日は朝から朝ごはんを作りたいと思います。イェーイ。今日の配信は、なので、いつもは、7時10分からやったら大体7時半に終わるんですけど、今日は8時まで配信します。ぜひ。見れる方はでいいのでぜひ見てください。いいね、ありがとうございます。なのでずっと机を頑張って隠してました。はい、それではまず本格的なものですよ。いや、卵焼きを作ります。はい、ブラボーとブーホー、ありがとうございます。ももに作れる朝ごはんが卵焼きしかないので、今日はこのホットプレートで卵焼きを作りたいと思います。イエーイ。それ
そしてもうここはね今日ももの部屋なので水道がないので今日は消毒をしたいと思います。フルーツサンドじゃないのか、あれ難しそうあれちょっと難しそう。目玉焼きじゃない、卵焼きです。これ消毒いい匂いする。目玉焼きじゃなくて、うん、卵焼きだよ。目玉焼きが好きです。え、卵焼きじゃダメ。ももは今日は卵焼きを作ります。それではスイッチを押します。サープクッキング、テレテテ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 。それでは手際よくいきたいと思います。まずですね、こちらこれをスイッチ温めている前にまず卵を割っていきたいと思います。おはよう、甘いやつ、出汁のやつ、うーん、醤油と砂糖のやつ。それではまず手袋をします。卵割れるか、え、割れるかな。洗面器ちゃう、あ、食べるやつで使います。それでは卵をコンコンパカします。これは名古屋港水族館で買ったやつです。はい、ということで今日のテラップでします。じゃん、460日ありがとうございます。あと宿題が読書感想文だけなので今日は読書感想文を終わらせるぞという意気込みをみんなにお伝えします。はい、
よろしくお願いします。今日こそは読書感想文を終わらせようと思います。462日ありがとうございます。ノリじゃないから。あ、これがあの読書感想文の紙。はい、それ焦げちゃうといけないので、それではやります。まず油を引きます。おお、うわわ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 わ。そして流しますよ。いきます。おお、もうちょっとこっち、もうちょっとこっちに来て。おおおお、すごいすごいすごい。はい、これでーす。ぐつぐつなるまで待ちます。もうなってるけどね。手早く、え、もういいの？え、おおおお、え、一瞬でできるじゃん。え、すごい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 。え、うまくない？合ってる合ってる。はっ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 、ぽい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 、卵焼きになってないちよ。はっはっ、あ、なった。待ってよみんな。みんな。ちょっと待って。なったよね、これ卵焼きだよね。ん？なんかちょっと一回裏返しそう。なってるよね。なれる？センスあるだって。え、なってない？雑や。試合になってる。もう完成じゃないこれ。え、完成。なったよ。やった。はい、じゃーん。ということで、モンの卵焼き完成。イエーイ。え、すごくない？一瞬で終わったよ。卵焼き3分もかかってなくない？それは嘘か。はい、それではこれを切りたいと思います。火は消しました。いや、ちょっと大きいから。はい、一口サイズに切ります。ちょっと今包丁がないのでこれでいきますね。はい、おーおーおお、できたよ。できたできた、ほらほらほら。違う？え、な、卵焼きだよね。食べれるものになったよ。ほら。フライ返しできる。違う、今はフライパンが、違う違う違う、包丁がないのでちょっとフライ返しできらせていただきました。下げます。暑いので怖いので、やけどしない位置に置きたいと思います。はい、そしてですね、卵焼きは作れたんですけど、ま、これは朝ごはんということで、卵焼きだけじゃちょっとね、朝ごはんにはならないと思うので、じゃーん、梅子さん、今日は前は
時におにぎりを作ったんですけど、その時はあかりっていうふりかけで作ったんですけど、今日はこのゆかりの姉妹みたいな梅子で作っていきたいと思います。イエーイ、おにぎりを作ります。こちら、そう、あかり、ゆかり、梅子ね、りじゃない、最後りじゃないけどね、全然はい、こちらです。まずラップを切りたいと思います。これ見て、自立しゃもじくんなんだよ、見て、立つの立つの、はい、それじゃあラップできるかな、どんぐらい、これぐらい、こういうやつあるよね、ああ。おー、切れたー、はい、そう、顔面ラップみたいよいしょ、はい、ラップを引きました。まずこれは素手で握れないですよ、ラップで握ります。まず梅子を入れます。はい、ちょっと入れすぎたか、はい、混ぜます。混ぜます。ちょっと入れすぎたかもちょっとでもね、ちょっと入れすぎた方が酸っぱくて美味しいと思われます。おやこは置いていきます。ちょっと入れすぎたになっちゃうね、全部入れれるかな、え、これ全部さ入れて作ったらさ大きいと思う、全部使う、いけるかなもう、ね、みんなもね食べてくれるので、あの大きいおにぎりを作りますめっちゃ大きい、はい、完食やばいやばい、超大きいよこれ、あ、でもしぼませれば、はい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 、おにぎりにぎりにぎり、ちょっと詰めて、にします、ソーリエだから三角か、おお、綺麗じゃん、うん、料理できる圧力がすごい、え、そう、めっちゃ綺麗な三角だよ、はい、じゃあ握りすぎ方、あ、すいません、めっちゃ綺麗じゃない三角、料理できる女子はい、完成、めっちゃ綺麗、そして海苔を混ぜます。ちょっと海苔を巻くときは手袋をします。
何気に料理できます。何気にって。のりの袋が開けれない。開けたあ、めっちゃ出ちゃった、めっちゃ出ちゃった。はい。こちらですね。こちらの海苔をおにぎりに巻いていきます。いただこうと思います。はい、どうぞどうぞ。いただきます。わからん。味が濃すぎた。辛い。あの、醤油が辛い。あの、醤油を入れすぎました。そう、なんかそういう唐辛子系の辛さじゃなくて、あの醤油の辛さ。乾杯しない。あ、乾杯。やっぱ醤油多いと思った。あ、ごめん。はい、じゃあそれでは皆さんドリンクを用意してください。乾杯をします。ももは麦茶です。それではいきます。せーの、乾杯。ガキーン。なんかご飯が進みそうな味。
ろうね。一袋で、え、これ一袋で9個分のおにぎりができます。めっちゃ多いじゃん。じゃあ絶対そんな使ったかな。9個分も作った覚えはないんですけど、 9個分作れるそうです。え、絶対そんな作ってない、使ってない、そんなにこれぐらいのおにぎりが作れるそうです。贅沢な使い方だって。まあいいよね、美味しいから。はい、うん、うん、説明書読まない B 型だって。その B 型なのじゃあする、卵の味はするけど醤油の味もする。どうぞ。まあ、でもね、夏なのでね、塩分補給はね大切だと思います。雑じゃない、ももたんだって。ももたんじゃないですですよね。めっちゃ入ってる梅今日朝配信だけですか。はい、今日は夜はね、K2 さんの公演があるので K2 さんの公演を見て勉強しようと思います。夜はね、なんで今日は朝配信だけです。ということで残りは後で食べようと思います。ごちそうさまでした。このままウーバーイーツで届けたいぐらいいる？はい。弟梅食べれない。あ、食べれるか。甘いやつなら食べれるけど、これちょっと多分酸っぱすぎる。東京までお願いします。はい。プップー。いらない。ちょっと。ちょっと。そこはさ、いるって言うね。ねえ、珍しくちょっと失敗か。いや、美味しかったよ。でも後で食べます、残りは。ごちそうさまでした。岐阜までだといくら、え、いくらなんだろうね。ハート、ハートのお茶です。麦茶です。はい、それでは朝ごはんだけじゃ終わりませんよ。お歌を歌おうと思います。そして終わろうと思います。はい、まもなく海水に到着です。お先にお仕事頑張ってください。来てくれてありがとうございます。ああ止まった、ごめんね。止まんないか。はい、 Wi-Fi さんが頑張ってます。お
今日はできました。一回も止まらずにラジオ体操の曲歌わないから、じゃん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 ってはい、仕事なんで泣く泣く離脱します。来てくれてありがとうございました。朝食食べたけどまた食べたくなった。どうぞ。それでは聴いてください。まから始まる曲、平野桃奈で前のめり。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。プチッ、てありがとうございます。ハートありがとうございます。ミラーボールもありがとうございます。コン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 、マニキュットのワクワク、反対ありがとうございます。ケーキが出ました。ありがとうございます。目が覚ました。ありがとうございます。あと、ありがとうございます。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。二度寝したいと思います。あ、目覚めてない。ももたん、いつまでお休み？まだある。まだある、夏休み。ということでランキングを読んでいきたいと思います。チューサイン、仕分けの女の方ありがとうございます。いいなー、だっていいですよ。あとありがとうございます。12、何これ、セミ、ミーン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 、なんかセミが一枚にピンクになりましたみたいなボタンの方、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。13位、クワボタンの方、ありがとうございます。12位、フーちゃんのボタンの方、ありがとうございます。11位、なんだ、カピバラ、リス、カピバラ、クマみたいな動物のアバターの方、ありがとうございます。10位、スレイカダーニャウーマルマルのアバターの方、ありがとうございます。9位、お前の女の子のアバターの方、ありがとうございます。アイム、ありがとうございます。8位、なんかワンちゃんの上に一枚に猫が乗りましたみたいなアブタの方、ありがとうございます。ラッキーセブン、なにこれ、レッサーパンダ、レッサーパンダが一枚にギター弾きましたみたいなアブタの方、ありがとうございます。レッサーパンダだっけ、なんていうの、こんなこういう動物。今日一枚多いですね。6位、野中さんのアバターの方、ありがとうございます。それ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 、カワウソだ、カワウソだ、ありがとうございます。そうですそうです。5位、ペンギンさんが頑張ってドボとしてるアバターの方、ありがとうございます。ごめん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 、カワウソだ、そう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 、それそれ、ごめんごめん。4位、柴犬のアバターの方、ありがとうございます。3位、ゴマちゃんが1枚にギター弾きましたのアバターの方、ありがとうございます。モータのおにぎり美味しかったです、ありがとうございます。2位、女の子がサイレン持ってるアバターの方、ありがとうございます。あった、じゃん、それでは行きます。3位、一丁前だって。ポンポンポン、チャカ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 チャ、ありがとうございます。朝から光ってるね、うん、まるまる朝から元気ですね。それでは行きまーす。まーい、せーの、LV!E! さかなクンちゃんのアバターの方、ありがとうございます。それでは行きたいと思います。立っててね、超カメラ目線。
画面の半分ピョンちゃんなんだけど。大きい。はい。電源切りまーす。ピョンちゃん大きくなっちゃった。それでは行きます。じゃん。今日の大富豪情報です。お昼12時半から。今日は朝じゃなくて、多分ねもうみんなねお仕事だと思うので、お昼12時半から13時半までやりたいと思います。はい、多分その間にもちょこちょこやると思うので、ももは何っていうのはまたあの大富豪のあそこのなんていうのテロップに、大富豪のテロップにももは何っていうのを出したいと思います。大戦よろしくお願いします。え、今日まで休みだろって。そうなの、今日まで。はい、ぜひ毎日大富豪やってくれて本当にありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん忘れてないでしょうか、朝だからやっぱりあれ、いきます。わりわりチューニュー、ちょっとぴょんちゃんといて。ピピ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 こっちピッこっちピッこっちピッピピピピピピッピッ、はい、オッケー。はい、ということでこれでね今日は朝ごはんも食べてもらい、お歌も聞いていただき、注入もさせていただきましたので、もうこれでね今日は元気100倍アンパンマンだと思いますので、まあお休みの方はねごゆっくり、お仕事の方は頑張ってください。はい、ドローンじゃないから2人だから。はい、そこはモリモリだろ。今日も元気でアンパンマンじゃない。今日も元気でモリモリ頑張ってください。そうだ、そうじゃん、そうじゃん、そうですね。ありがとうございます。ナイスツッコミだって。ごめんごめんごめん。今日も元気でモリモリ頑張ってください。はい、ということでアンパンマンになっちゃった。はい、ということで4500人の方見てくれてありがとうございます。キャラ崩壊だって。違うから。はい、星もギフトも皆さんありがとうございます。朝から見てくれて本当にありがとうございます。それでは委任したいと思います。左手出して右手出して、せーの、にありがとうございました。バイバーイ。朝から見てくれてありがとうございます。大富豪も毎日やってくれてありがとうございます。ぜひお昼もよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。